ただきます。いただきます。うん、おいしい。わあ、ごめんなさい。私は多分あんまり詳しくはないんですけど、確かに新幹線の中でよくお弁当を食べるの日本の文化何回も見たことあるなんですけど、それはねイタリアとなくて、初めて見た時はうんって思って、なぜというと山手線とかその普通の電車だと食べられないけど、新幹線だとよくお弁当を食べるから、何が違うと、あとなんでみんな東京の弁当を買うんですか、東京その駅の弁当は何が違うんですかって。イタリアはな食べないんですね、電車の中で。あのね、いや、あの、ある、食べるなんですけど、あの、電車の中でレストランとかも、あります。フレッチャロッサとか、イタリアだと、フレッチャロッサとか、インターシティというの、速い電車、新幹線みたいの電車は、あの、ちっちゃいレストランがあって、そこにみんな食べたりとか、まあ、お餅、あの、家からとか、駅で買ってたの食べ物は、確かには食べるなんですけど、お弁当文化はないですね。なるほど。あの、もともと電車が駅に着きますよね、うん、すると駅にお弁当を持った人がいて、はい、窓から買ってたっていう、はい、あ、そうなんですか、はい、いいね、面白い、すごいな。そういう文化があって、結構その新幹線とかができるまではやっぱり長い時間の移動が多かったので、まあそのお弁当を長距離の電車移動の時で食べるっていうのが日本では文化として。なるほどですね。ああ、なるほどなるほど。はい、次は見た目すごい美味しそうなお弁当ですよね。これトンカツ、こんな感じです。美味しそう。これはナイセンっていうトンカツ屋さん、聞いたことないですか？聞いたことないですね。カツサンドとか言って、はいはいはい、結構あのコロナになる前は、はい、アジアのお客さんとかにすごく人気で、外国人が結構お店に、はい、あの青山表参道、そうそうそう、あ、聞いたことあります、はい、確かにのお弁当なんです。おお、なるほどです。すごい美味しそう。じゃん、ダダーン。わ、見た目すごいな、かわいい、アニメから出てくるようなお弁当ですね。よっしゃー。とんかつはね、外国人の方、好きな方はすごく多いです。私は港の町に住んでるからお魚はすごく慣れてるなんですけど、港の町に住んでない方はお魚苦手の人が多いらしいんですよ、外国で。だからどっちかというと魚と肉だったら絶対肉の方がみんな好きなんですよ。外国人、まあその今はだいぶインターネットで情報違うと思うんですけど、昔は寿司、天ぷら、すき焼きって、まあ、知られてると思うんですけど、はい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 、トンカツって海外で知られてるんですか？あんまりそこまで知られてないですね。あ、そうなんですね。確かに天ぷらよりはトンカツは、まだ日本に来てからトンカツを食べてみた、すっごい好きになったりとかの人多くなってきた。とんかつ日本人好きですね。なんかそうですね、大好きですね。特にこのマイセンのお弁当、カツサンドの方が、うん、こういうテレビ業界でも差し入れとかケータリングですごく食べられるっていう、はい、このキャッチコピーがあるんですよ、このマイセンさんは。へえ。お箸で切れるとんかつ。あ、なるほどね。ちょっと、やってみたい。ああ、でも確かに切れる。ちょっと力が頑張ったら、あれ切らないですあれちょっとお弁当はね、お弁当はちょっと冷えてるから、かそう、うん、でも、ちょっとじゃあこれでいってきます。いただきます。うん、うん、
美味しい。うん、お店で食べるようみたい。うん、こちらです。よっしゃ。これフィレですね、今日は。フィレ、フィレ。あー、うん、うん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 これ、うん、なんでサンドは人気になったのは理由がわかります。わかりますか。わかります、わかります。うん、さっぱりするんですね、この肉は。あー、そうですか、うん、さっぱりして、あんまりなんかいろんな肉ってさ、ちょっとベタベタするとか、オイルがものすごく多いとか、ファットのところはすごく多いとかあるんじゃないですか。これはすごいさっぱりするから食べやすいと思います。なるほど。これ結構本当コロナ前はすごく本当アジアのお客さん人気だったんですけど、噂はイタリアとかでは全然まだ知らない、うん、日本語学校の中で聞いたことある。あー、なるほど。で、日本に詳しい外国人の人たちはちょっと聞いたことがある。あります。お店行ったことありますか。いや、ないです。青山ですよね。青山です。近いのにな、事務所と。卵と、これお野菜も入ってますね。うん、いいね。なんかこういうみたいの食べ物だと結構太りやすいとか思ってるんですけど、なんか結構さっぱりしてて、あんまり重くなくて、野菜もプラス入ってるから結構ヘルシーんじゃないですかって思ってるんですけど、そんなことない、まあ、ヘルシーかって言われるとね、それはやっぱりカロリーは高めだと思いますけどね。うん、でも結構食べやすいです。そうですね。これどうですか、外国人の人は。あ、好きと思います、うん、やっぱりお肉が好きな方だと絶対これを食べたくなると思いますよ。あと、とんかつ本当好きな人多いです、日本に来てる外国人。なんかあと見た目からめちゃめちゃ美味しそう。なんかすぐ見た目、あ、こういうものなんですよねって分かりやすいの方が外国人はね、食べやすいなんですよ。あー、なるほど。うん、中身は見えないのはちょっと不安なところはあるんです。はい、では食べ終わってどうでした？美味しかったです。すごい美味しかった。ちょっと今まで東京弁当、東京の駅弁はね、あんまり買わなくてちょっと残念だったなって思いました。あー、もっと食べ、あと知らなかったんですね、やっぱり自分の外国人からこれを見るとパッケージから決めてしまっちゃうんですよね。だから中身は実はこんなに美味しいものがあるんだ知らなくて、やっぱりちょっとみんな知ってほしいんですね。今後はじゃあ東京駅からお仕事行くときは、そうですね、これちょっと買いたいんですよね。はい、決めました。次の弁当は何にしようのかを決めましたので、すごい楽しみです。はい、今ちょっとコロナであんまりいろんなところに行けないなんですけど、落ち着いたらね、またいろんな、イベントとか撮影とかで呼んでくれたら嬉しいなって思ってますので、ぜひ皆さんまた動画を見てください。よろしくお願いします。あとコメントしていいねボタンして、あとチャンネル登録を忘れないでくださいね。よろしくお願いします。チャオ、ありがとう、グラッシェ。